最強新人対決第2対戦、対する赤組はご本人も公認のガクトモノマネ達也。一回り体が小さい、意外な顔も声もガクトそのもの。そんな彼が披露するのは切ない失恋をテーマにしたガクトの代表曲ラストソング。でも長く一人さまよい歩き続けた、疲れと息を正しろく染めて、移り変わりゆく季節のその儚さに、わけもなく涙がこぼれた。今も愛している。降り続く悲しみは真っ白な雪に変わる。ずっと空を見上げてた。この体が消える前に今願いが届くのなら、もう一度強く抱きしめて、もう一度強く抱きしめて。もうそっくり。おー、素晴らしい。ありがとうございました。まず相川さんでございますけれども、はい、いかがでしたか。はい、あ、楽しかったです。すみません、ありがとうございます。なんかこう踊ってるところはなんかこう なんしょうな、懐かしいなと思っていやいや、いやいや、あっちでおばちゃん臭い言ってたこの感じなんか言い方変えてオンエアにしたらちょっと今さ、はい、インタビュー中もずっとね、あのガクトさんがずっとガクトさんなんですよ。ただこのね、名札の達也がツタヤに見えてしまうんですよね。レンタルしませんし。いや、もうレンタルにしか見えないんですよ、これ。あの達也さん、はい、どうでしたか。まあ、今年あの20周年なんで、はい、いや似てる似てる、喋り方も似てる。まあ、ツタヤでね、はい、飛んで埼玉も借りていただいて、借りて、あ、借りていただいて、はい、実際に GACKT さんから公認もらったんですか。あの普段のトレーニングを一緒に、おお、だからやっていただいて、マッチョやな思ったら、はい、あのこのブレスレットを、怖そうや、はい、それ本人からもらった。そうですね。そうか、わかりました。さあ、それでは鶴太郎さん、いかがでしたか。やっぱり GACKT さんはもう話し方、話し声、雰囲気そっくりですもんね。立ち振る舞いも似てます。もうスモールガクトですよね。それで小室ファミリーの前世の時代の時代感をね、出していただいてね。TR は大人数じゃないですか。そこを一人で歌ってるとなんかね、あの割をしてんのかなと思うぐらい。なんかね、違う。一人でやってるのか。ちょっとね。なんか思うんですよね。なんか頑張れお母さんみたいな。ジャッジメント。白、赤、赤、三